ビルトロックスのレンズの話をしたいと思います。ビルトロックスのレンズね、非常に愛用してるんですけれども、なんだかんだ数えてみると 5本もビルトロックスのレンズを持っているということに気づきました。で、まあ、ちょっと映るかどうかわかんないんですが、わかる？映るかな？結構ね、もう使い込んでるんですよ。なんか傷ついてたりとか、多分マウント面とかも結構ガリガリになってたり。で、つい先ほどですね、ここかな、この間に入る距離の 27mm の F1.2 っていうモデルが、発表されましたね。発売されたのかな。はい、この 75mm のシリーズと同じタイプの、オートフォーカスの切り替えスイッチとかもついてる、ちょっと高級ラインのモデルになるみたいなんですけれども、ちょっとそちらに関してはね、まあ価格も7万円程度ということで、手頃な部類に入るとは思うんですけれど、ちょっと購入するかどうかは、現在迷っているっていうところで、はい。ビルトロックスね、非常に、個人的には、おすすめできるレンズですが、まあ完璧ではなくて、致命的、人によってはね、致命的な問題点になりうるところもあるので、そういったところも含めて今日は解説していきたいと思います。はい、まずですね、私が、富士フィルムのカメラに、もともとですね、この中華レンズと、シグマのこの18-50ですね、このレンズしか持ってませんでした。つまり純正レンズに関しては1本も持たないまま、XH2S を2台、運用しておりました。約ですね、それで半年間程度、まあ意外とどの仕事も問題なく、まあ、できているっていうところを、そのキャノンのカメラと併用しつつ、検証した結果、問題なくできるということが分かってきたので、最近ね、純正レンズを3本程度導入しております。今収録に使っているこのレンズが、XF の 18-120mm の電動ズームのレンズだったりだとか、8mm の広角ズームとか、あとは 56mm の APD とか、単焦点ですね。はい、を買ったりとかしてるので、まあ、これからね、必要によっては、このビルトロックスを純正レンズに入れ替えていこうかな、とか思ったりもしてるんですけれど、ちょっとこの3本は除いて、この 13mm と 75mm とに関しては、おそらく純正にはね、ないスペックのレンズになると思うので、意外と持っていても、その使い分けができるんじゃないかなと思ってます。そして、この 23mm、33mm、56mm、この3兄弟に関しては、1本だけを持っていると、別にその何も、まあ、ただの中国製のレンズなんだなっていう認識だったと思うんですけれど、この3本がですね、全く同じサイズ感で、まあ、重心は微妙に違うと思うんですけれど、まあ、ジンバルとかに乗せ替えても、まあ、バランスが崩れることがないぐらいの重心の統一感。で、もう全部絞りリングついてて、当然 X マウントで、フィルター径も同じ 52mm なんですね。っていうところがあって、これをセットでね、ガチャガチャ交換しながら使うっていうのは非常に使いやすい組み合わせになってるので、これは3本セットで気に入ってるっていう形になります。まあ、結論から言いますと、その富士フィルムに完全に移行できるかどうかっていうのが、まあ、怪しんでいる自分がいたので、そのレンズ資産に大きな投資をする前に、まあ、比較的手頃な金額で集められる、特にこの3本は、1本あたり2万円ぐらいで集めているんですけれど、まあ、そういうレンズを使って、その画角の感覚だとか、まあ、カメラの操作感含め、ちょっと自分にインストールするためにも、ちょっと試しに買ってたっていうところが大きいです。レンズ、ビルトロックス、この5本使ってどうだったのかっていう話をしますと、ぶっちゃけですね、開放から全然使えるぐらいいい性能のレンズばっかりです。この人たち。ガチガチの物撮りみたいなのとかは当然、まあそういう仕事もあんまり受けてないのでやってはいないんですが、まあ人物撮りですとか、そういう案件に関しては、まあまあまあ、なかなかやりよるなっていうところで、基本ね、開放でも使えます。はい。特にこの2本。13mm と 75mm、この2本に関しては、開放でも条件が悪くなければ、もうそのまま、綺麗な
写真を撮ることができます。この3本に関しては少し絞ってあげた方が解像感は良くなります。開放だと少しふわっとした描写になるので、そういう表現をしたい場合、ちょっとふわっとさせたい場合は、まあ、全然いいのかなと。で、F2 ぐらいまで絞るだけでも非常にカチッとした描写になるので、なかなかいいかなと思います。なので、この3本に関しては、僕はそのオートフォーカスの効くオールドレンズぐらいの認識で、実は使ってたりするんですよ。全部のシリーズに言えることなんですが、ビルトロックスの、まあ、大きな欠点となり得るところが、逆光に非常に弱いです。なので、逆光というか、その、逆光と言い切れないレンズに対してちょっとこういう急な角度から入ってくるような光に対しても非常にどれも弱いです。なので写真を撮る人はなるべくフードをつけて運用した方がいいんじゃないかなと思います。ただ私はあのフードとかあの基本つけないので、あの逆光には困らされていて、あの手でちょっとこう覆い隠して撮ったりだとか、まあ被写体の位置とかをコントロールしながら使っているっていうところで、まあ、それぐらいね、毎日問題になるぐらい逆光によるフレアが出てしまうんですよね。で、フレアに関しては、まあ、100歩譲っていいですよ。あのふわっとさせたい時もあるし、そのフレアが逆にあの狙って出ないことの方が多いので、狙ってね、そのフレア的なあの逆光のふわっとした感じを出せるこの5本のシリーズってすごく僕はいいと思うんですけれど、この2本ですね、 13mm と 23mm、 この2本に関してはゴーストが出ることが多いです。はい。なのでその意図しないところにゴーストが映り込んでしまうと、まあ、その写真って使えなくなるし、ゴーストに関しては動画でもですね非常に問題になってくるかなと思うので、ちょっとこの2本に関しては光学性能的に、まあ、逆光性能的にかなりあのしんどい面があったりしますね。はい。そして、このレンズのね運用、なかなかあの他の人がやってないような運用をやってるんですけれど、マグネットフィルターとマジックテープを僕は使ってます。まずはじゃあマジックテープからいこうかな。はい。自分この見えるかな、レンズキャップの底面にマジックテープを貼り付けてます。はい。これに関しては2つあのあれ目的があって、まずですね、このマジックテープのベリベリが強い方、これはレンズのそのちょっとキャップがないんであれで、レンズの要はボディキャップとこう組み合わせるじゃないですか。この状態でカメラバッグにポンと貼り付けておけるんですね。じゃああのなくしにくくなりますし、散らかりにくくなるので、バッグ内が結構整理しやすいっていうメリットがあります。で、このメスのところ、メスって、オスメスって僕は呼んでるんですけど、このモケモケのところ、モケモケの方と、このレンズ、二つのレンズをこうくっつけて合体させることができるんですね。はい。で、これ何をやってるかっていうと、この、ここでくっつけておくと、カメラバッグ内にこのまま収納したりできるんですね。はい。このまま、あの、中で暴れることがなくなるので、この小さいレンズのこの仕切りを作らなくても、あの大きく縦にスペースを作って、こうやってそのまま置いておくことによって、中で機材がぶつかったりしなくなるというところで、このマジックテープの運用をしています。はい。まあ、ここに関してはちょっと自分的にはお気に入りの工夫の一つではあるんですが、あとですね、先ほどちらっと言ったんですが、マグネットフィルターですね。私は持ってるレンズの、動画用のレンズのほぼすべてにですね、こういったマグネット式のフィルターアダプターをつけています。こういう、はい。こういうフィルターアダプターですね。あのねじ込み式になっていて、はい。でこの枠が磁石でくっつけられると、まあたったそれだけのものなんですが、
これをね、つけていることによって ND フィルターの付け替えが非常に高速化します。はい、だから ND フィルターをまずその室内から屋外へ出るときもこの歩きながらフィルターをこうやって付け替えるだけでいけますとか、あとはこの 23mm のレンズと、33mm のレンズに関してはあのクローズアップフィルターですね、クローズアップフィルターをつけることによって結構使いやすいマクロレンズっぽいあのクローズアップができるレンズに表現します。なので例えばブライダル案件だとか物撮りすることがあるんですね、リングとか指輪とか小物とかを撮るときにマクロレンズをその持ち歩くのとかって結構ストレスで、マクロレンズじゃなくてこのクローズアップフィルターで意外とやれちゃうことがあるし、ぶっちゃけそのクオリティ的なところよりもその早くセッティングできるっていうところの方が最終的な結果が良くなることが、まあ、多い現場もあると思うので、まあ、マクロレンズを使わなくてもいいような現場はこのマグネットフィルタープラスクローズアップフィルターとか ND フィルターのシステムで挑むと、まあ、成功率というかあの結果が良くなることが多いのかなと思ってこういう運用にしてます。あとこの3本は23mm、33mm、56mm っていうところで、揃えてるんですけれど、サイズ感が一緒なんですよね。なのでその同時に持ち出した時に間違って取り違ってしまうこともあるし、このテープの下にちゃんとミリ数とか書いてあるんですけれど、かすれて消えるリスクがあったりだとか、純正の状態でも結構ちっちゃい文字で書いてあるだけなので、パーマセルテープを貼って自分で白マジックで書いてます。何ミリか。まあ、かすれてきてはいるんですけどね。はい。見えるかな？こんな感じで白マジックで何ミリか書いてたりします。で、33ミリだけ銀色にしてるのはなぜかっていうと、その、まずその撮影の流れ的に23ミリと56ミリをその、取り違えることっていうのはあんまりそのないよなと思っていて、その絵的に絵のイメージで、まあ、確実にイメージが変わるものなので、まず同時に持ってないことが多いんですね、この2本は。もしくはこの2本を2つのボディに使ってそれだけで撮っているかっていう極端な運用になることが自分の場合は多いんですけれども、その状況によっては33mm と 23mm を持つこと非常に多いです。もしくは 56mm と 33mm、 この2本を持って仕事をすることすごく多いです。はい。でその時は片方のカメラにこういう標準ズームもしくは広角レンズをつけておいて、で残りのボディをこの2本を切り替えながら、もしくはこの2本ですね、この2本 33mm と 23mm を切り替えながら使うっていうことが自分の場合は多いんですよ。なのでパッと見で分かってほしいんですよね、どっちのレンズか。はい、取り違えたらもう分かんないんで、はい、なのでそのパッと見で分かるように 33mm だけはシルバーモデルを買ってみましたが、その運用はですねもう大成功で、一目でね使いたいレンズがどれかっていうのが分かるので、これはやっておいてよかったかなと思います。なんでもうこのレンズ安いっていうのもあるんですけど、もうポケットに直接ねじ込んでるんで結構傷だらけですね。ですけど全然トラブルもなくやれているので、まあ、非常にいいレンズなんじゃないかなと思ってます。 75mm のねこの 1.2 とかも本当にもう火の打ちどころがない、まあ、逆光以外のレンズなんで、まあ、おすすめできるかなと。はい、ちょっとこういったねレンズを使った作例とかもまた頑張って作って出していきたいとは思いつつなんですけれども、とりあえずですね、今日はビートロックスのお話でしたが、
皆さんもおすすめの中華レンズがあればぜひぜひコメント欄等で教えてください。ありがとうございました。